演奏するベラチーニフランチェスコマリア・ベラチーニは、イタリア後期バロック音楽のバイオリニスト、作曲家。フィレンツェに薬剤師の家庭に生まれる。オジアントニオにバイオリンを学び、しわしわ共に共演するようになる。1711年に、ベネツィアで8つの楽器のためのコンチェルトを作曲し、神聖ローマ皇帝カール6世のための祭礼で演奏される。伝説によると、 1712年にタルティーニがベラチーニの演奏を聴き、感銘のあまりに自分の演奏技巧を不甲斐なく思い、アンコナに逃げ帰って自宅に閉じこもり、室内で練習に励んだという。1714年にロンドンに行き、王立劇場でオペラの幕合いにバイオリンの演奏を行った。1716年にベネツィアに戻り、ザクセン選定校の王子フリードリヒアウグストに、 検定されることとなる、バイオリン、または、リコーダーと、通奏低音のための十二のソナタを作曲。フリードリヒ・アウグストの居城に、室内落奏者として迎えられ、ドレスデンの歌劇場のために、イタリア人歌手の補充を応接買った。1721年に、王子に検定された、もう一つのソナタ集、バイオリンと、通奏低音のための十二のソナタ作品一を作曲。 不幸にも、宮廷内には、ベラチーニに対する敵意が渦巻いており、1722年に、舞台上で、ヨハンダーフィトハイニヒエニア歌手、セネジーノとの口論に巻き込まれ、三階席の窓から、ベラチーニは飛び出してしまう。それから、ベラチーニは、一生片足が不自由なまま歩くことになった。1723年に、郷里のフィレンツェに戻り、 教会音楽の演奏に加わり、オラトリオを作曲した。この間、悪評を頂戴し、頭がおかしいやつカッポパッツォと、あだなされた。1733年に、ロンドンを再訪し、多くの演奏会に出演した。歌劇、シリアのハドリアヌステイ、アドリアーノインシリアを作曲するが、長すぎるとの批評を受けた。1737年には、 ピエトロメタスタージオの筋書きを焼き直したコリの台本によってティツステイのジヒラ・クラメンザ・ディティトを作曲。1738年にシェイクスピア劇、沖に召すままに基づき、最後の歌劇、ロザリンダ・ラザリンダを作曲。1744年に上演されるが、失敗に終わり、ロンドンを去ることになった。ドーバー海峡で海難事故を生き延びた末に、 フィレンツェに戻り、サンパンクラチオ教会とサンガエターの教会の学長に任命され、教会音楽に専念することになる。ご半生はほとんど指揮者として勤めたが、たまにバイオリニストとして出演することもあった。フィレンツェで他界した。ベラチーには、バイオリンソナタや歌劇、オラトリオの他に、バイオリン競奏曲やリコーダーと、通奏低音のためのソナタ、 序曲こと還元楽組曲も作曲した。6つの序曲はドレスデンのフリードリヒ・アウグスト王子のために作曲され、そのうち最後の変貌長調,調の序曲はユニゾンで演奏されるメヌエット学章が挿入されて目立っている。大法に関する論文も表している。他の作曲家の作品の工程もしており、その際に独自の改良を加えている。ありがとうございます。